よいしょ。来ました。新型の iMac 27インチ。それでは開封していきたいと思います。ついに開封じゃん。で、これが今の僕のコンピューター環境なんですけど、これを iMac に更新しなくてはいけないですね。まずこれですね、 Mac mini 2018年モデルの一番グレードが低いやつですね。はい、 Mac mini の上にはね、のび太くんが出てます。で、とにかく Mac mini 拡張しないといけないので、まあ一緒に間に合わせで買ったこの27インチのどこだっけ、BenQっていうところのね、モニターです。あと当然、ま、ね、カメラもついてないから、こんなウェブカメラを間に合わせでロジクールの買ったりとか、あとね、キーボードとマウスは Apple 純正のね、買いました。ブラックモデルですね。まあ、Mac mini がね、スペースグレーだったんで、同じくスペースグレーで揃えたって感じですね。あ、で、Apple のマウスは実は使ってなくてですね、Microsoft の3000円ぐらいだったかな。結構使いやすい。Bluetooth じゃない、USB で接続するタイプの無線のモデルですね。まあ、あと JBL のスピーカーとかね、これもそんな高くなかったですね。まあとにかく間に合わせで買ったね、このデスクのシステムなわけですね。はい、バックアップ終了しました。いや本当、システム4ギガ、4ギガぐらいしかないから、もうすぐ終わった。そんなにかかってない。4、5分ぐらいかな。電源を抜いて、一旦全部ちょっと撤去してみましょうか。はい。はい、一旦全部撤去しました。いやー、やっぱね、Mac mini ね、拡張性高いのはいいけどね、もうとにかく周辺機器でもうごったごたになっちゃいますね。完成？嘘でしょ。シンプルすぎる。こんなんでよかったんでしたっけ？さすがオールインワンですね。やっぱハブ、iMac 用のハブ買った方がいいのかな？その辺の配線周りをね、ちょっとやっていこうかな、これから。じゃん。はい、iMac 購入して2日後の動画になります。やっぱりね、机の上がかなりシンプルに、でもまあちょっと素っ気なくなっちゃったかなと思ったので、Amazon でいくつか購入してみました。まず、やっと届きました。メモリですね。クルシアルの 16GB
2枚ですね。メモリとの相性でクロック周波数がね出ないなんていう噂もありますけどね、実際に使ってみたいと思います。これからねセットします。あと一応これなんていうんだ、耐震の、まあ揺れた時にねコンピューターが落ちるのを守るジェルタイプのシートですね。これを iMac やっぱ不安定なので、これでねしっかりと落ちないようにね設置したいと思います。あとねやっぱり USB のハブ、これサテチ買いました。どうしてもねこうケーブルが煩雑に今までなりがちだったので、まあ、iMac とね一番相性のいいサテチは結構ね iMac 用の特化したハブとかね周辺機器出してくれてるところなので、この USB-C コンボハブ購入しました。ちょっとねこれもつけてみたいと思います。あとはこれマウスパッドですね。マウスパッドって言ってもねかなり大型のものなんですけどね、机の上がとにかく今かなり広いので、マウスパッドね広めに引いていきたいと思います。じゃあ早速設置してみますね。はい、今現在は 8GB、4機あるスロットにね 4GB ずつのメモリが2つ、まあ、デフォルトで刺さっている状態ですね。メモリが今 8GB の 2667MHz 出てますね。ピント合うかな。はいはい、メモリ増設してみました。またちょっとメモリの状況を見てみましょう。はい、メモリー 40GB 増えましたね。まあ 8GB 足す 32GB、 ただやっぱりクロック周波数が 2133MHz に下がっちゃいましたね。これやっぱりちょっと問題があるみたいですね。相性なのかわからないんだけど、やっぱりねちょっと 40GB が減ってしまうのは惜しいんですけど、パフォーマンス下がっちゃうのは少しもったいないので、もともと刺さってた 8GB は一回抜いて 32GB だけ残して、クロック周波数がね2600を保つかっていうのをねちょっと試しにやってみたいと思います。はい、もともと刺さってたね 8GB のメモリは一旦抜いてみました。メモリを完全に新しい 32GB のメモリだけにしてみました。出てますね、32GB、 2667MHz。 はい、まあ、ちょっとね 40GB 下がっちゃうのは残念ですけど、しばらくこの 32GB の状態でね、運用していきたいと思います。じゃーん。はい、いかがですかね。机の上だいたいこんな感じになりました。結構大きめのマウスパッドねこうやって敷いてみて、でサテチのハブですね。USB 3.0 のハブです。もうこれ1個で済むからね、非常に楽ですね。で、さすがに机の上がね、もう殺風景になっちゃったんで、無印良品でこの木製の引き出しをね、購入しました。まあ、細かい周辺機器とかね、メモリとか、あと USB ケーブルとかね、その辺はここに収納して使おうかなと。いうふうに思ってます。今追加で撮影してるんですけど、秘宝です。実は、バックアップを復元しようと思って、接続してやってたんですけど、途中で Mac 止まりまして、まあ、立ち上げ直したんですけど、なんと、カーネルパニックが出るという事態に陥りました。まあ、OS がね、正常に起動しないような感じになってしまって、まあ、一旦ちょっとカタリナを再インストール。で、無事にまあ、立ち上がったので、再びバックアップ接続してですね、ハードディスク接続して復元、できました。なんとかね、Mac mini から iMac への、ね、データの移行っていうのは無事済みました。
で、実は秘宝っていうのは、こっからの話で復元できたのはいいんですけど、僕、外付けのハードディスクを3つのパーテーションに分けてたんですね。一つはタイムマシンバックアップで、もう一つはね、作業用ハードディスクといって、まあ、これまで取りためてた、まだ動画でアップできてないね、素材、映像の素材であるとか、あと、保存用のハードディスクというので、まあ、今まで作ってきたね、メガネチャンネルの動画とか、音楽とか効果音とか背景とか入れてるハードディスクがあったんですけど、なんと、復元が終わってハードディスクを接続して立ち上げたら、作業用ハードディスクと保存用ハードディスク、どちらも空になってました。マジか。いやね、ちょっと呆然としましたね。はい。なので、僕今、開封動画、編集してますけれども、現時点で、メガネチャンネルの素材が全くない状態で、動画の編集を行っております。で、幸いね、キャラクターのデータ、まあ、キャラクターアニメーターのデータは、ハードディスクではなくて、Mac に入れていたので、それは無事、消えてないんですね。無事復元できてるんですけれども、それ以外のデータが全部消えましたね。なので、まあ、一から、また、心を入れ替えて、作らなきゃなという感じなんですけどね。まあ、もともと、メガネチャンネル実はリニューアルしようと思ってまして、というのも、前回の iMac ポチリ動画あげましたけれど、まあ、自分で聞いてもですね、まずいなっていうぐらい音声がまあひどくてですね、とにかく、まあ、ボイスチェンジャーをかけてるんですよね。声を変えてるんですけど、どうしてもね、難しい。声を変えるって本当に難しいですね。で、なんで声変えてるかっていうと、まあ、身元を隠したいっていうのもあるんですけど、それ以上にですね、僕のイラストに、僕の声が合わないというね、矛盾がありまして。なので、まあ、少しでもね、可愛らしく子供みたいな声にできればな、というところで頑張ってたんですけど、まあ、手間もあって、あんまり効果もない、ね、あんまり魅力的でもないっていうので、まあ、ちょっと地声で今後行こうかなというふうに思ってます。なので、その地声に合った感じでね、もうちょっとキャラクターデザインを変えて、今後動画を撮ろうかなと思ってて、実はそのキャラクターはね、もうできてます。できてるんですけど、まだ動く状態までなってないので、それはもうちょっとね、お楽しみに待っていただければなと思うんですけど、今日の時点ではまあとにかく何もない状態でね、開封動画をアップしなきゃいけないという感じでね、まあどうなるのかわからないんですけど、まあ一応ご報告ということで、秘宝になります。はい。いやー、まあショックじゃないよ。全然ショックじゃない。リニューアルするつもりだったらね、全然ショックじゃないんだけど、まあショックですね。まあ頑張ります。はい。それでは、今日の動画は以上になります。チャンネル登録。もしよかったらよろしくお願いいたします。それじゃあまた次の動画で会いましょう。バイバイ。